あ、早く、よいしょ、よいしょ。ナイス、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 ナイス。下？お、やば。オッケーオッケー、救った救った救ったぞー。よし、フォグに媚び売っといたわ。もうあれがフォグじゃなかった、俺は見捨ててた。世の中そんなもんだよ。おお、いやー、そっちに投げるよね。逆だったな、避けるの。いや、これ常人であれば見捨てます。はい。だがしかし、このメグはフォグウィスパラーであり配信者なので絶対に来ます。絶対に見捨てない、絶対に見捨てない。フォグだから来る、いや配信者だから来る。いや、クローゼットが来る。クロちゃん、クロちゃん、男前、男気すぎるって。その救助は待って、あ、フォグ、ゆずきフォグさん、ゆずきフォグさん、フォグキシロさん、正面から突破しようとするの男気すぎるって。さすがに、さすがに男気すぎる、それは。熱い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 、泳げる、いける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 、お前ならいける。やばい、これ連携がやばい。ダメだ、見捨てるな。俺は見捨てないぞ、あのクローデットを。絶対に絶対に見捨てない。あんな男を救助された、あれあれ、待って、おもちゃだ、やべえ、危ねえ。あ、ラストだ。ラストだった、ごめん。忘れてた。おお、やめろやめろ、いや、はい、これが次期フォグ候補のプレイです。見てるか、上。いや、かなり恩着せたよ、僕に。めちゃくちゃ恩着せたな、今のマッチ。俺忘れないからね、着せた恩は。着せた恩結構長いこと忘れないタイプだから。
クロちゃん頑張ってくれたけど、フォグじゃないから何釣りか見てなかった。うん。いや、助け行く気あったよ。もちろん。救助していただいたから。あんな男気な救助、あのクロちゃんの突破プレイがなかったら、正面突破プレイがなかったら、僕、助かってないですから。めちゃくちゃありがたいし、感謝してたけど、忘れてた。あの、クロちゃんフォグじゃないから。何釣りか忘れてたわ。余談なんすけど、あの、ホグキシロさんとお会いしたことあるんすけど、一度だけ。飛び抜けていい声してるじゃないですか。配信者の中だと。特に DVD 配信者の中だと、まあ、頭一つ飛び抜けてる声してるじゃない。あのね、あのままだった。マジですごい。口から音源出てる。口から音源。ちょっと、なんか、マイク補正あるかなって思ってたんだけど。マジ口から音源だって。あのままの声質で喋るからさ、横からさ、横から配信の音聞こえてきてるみたいになる、なってるんだよね、本当に。ガチ、これガチ。会ったことある人で一番感動したね。